どうもおはようございます。中野敦史です。それでは3本目の動画を撮りたいと思います。3本目はロト6予想したいと思います。それでは始めます。まず、一桁から。前回、当選数字1が出とるのな。1が連続で来る可能性は多分ないと思うねんけど、ボーナス数字 ?1 来たとき、次の回に1は来てるけど、当選数字1が来た場合は連続では確かなかったはず。ないのかな。過去の回ではなし。だから、1は来る可能性は低い。続いて2は可能性はあるかな。1回、2回、2回か。2回だから、まあ、少ないけど可能性はあるから、候補数字、2と。続いて、ワット。次は、6。6どうやろう。可能性としてはなくはないけど、16から6、2回か。6も可能性はなくはないけど、一応6も候補数字に入れとこか。6と。続いて、1桁はこれぐらいかな。出る可能性があるとしたら、難しいけど。次は、10代か。11?1 の桁違いの11。1回。
見た感じ2回、しかもボーナス数字で来てるからな。だから11はちょっと低いかな、可能性的に。次16。16は2連続で来てるから、3連続？まあ、なくはないねんけど、うん、過去に3連続あるからなくはないけど、でもちょっと個人的に3連続はないんちゃうかな。次、17。16から17。16から17も2回か。微妙。出とこか、微妙やけど。17。続いて、15。16から15。2回、15はちょっとないかな、うん、15より17の方がまだ可能性あるんちゃうかな。だから15はなしと考えてと。続いて19は可能性はあるな、個人的にはあると思うけど。難しいけど、19可能性あるから、候補数字、19と。続いて、前回の当選数字の20。20連続では確か、過去の回では1回もなかったと思う、20連続では。
ないな、見る連続。20連続ないから多分ないかな。20は続いて21、20から21は連続では来てんのか。1回、20から20、そんなに来てないな。1回だけかな、20から21。可能性あると思うんですけどな。一応候補数入れとこか。21、続いて20代はあと準備はどうしようかな。25か。35から25可能性はなくはないんやけど、ただちょっと前に出てるからな。ああ、でも可能性はあることはあるのか。どうしようかな、入れとこうかな。難しいけど。入れとこか、25。続いて26。16から26。あ、それはちょっと考えにくいか。多分26はないな。2回前に26出てるもんな。
だから多分なし。俺的にはなし。26なし。続いて、29。29は出る可能性はある。難しいけど、29は可能性はあると思う。だから入れとこか、29。20代はこんぐらいかな。続いて30代。30代、次。出ないような気がすんねんけど、35は出ないわ。3連続出てるから35はもうない。次は出ない。36も2回前に出てるから36って考えにくいねんけどな。多分36は出ないような気がする。続いて34。34も2回前に来てるからな。難しいけど出えへんのちゃうかな。っていうか次30代出るかな。ここ最近ちょっと30代が多いからちょっとな。わからんな。30代、35は出ない。36はちょっと考えにくい。34も可能性としてはちょっと低いかな。出るとしたら連続でやもんな。1回相手はないと思うけど。多分34もないかな。続いて30。
40から30。どうやろう、40から30。ちょっと前に20から30っていうパターンが来てるから、ちょっと、ないか。ないな。30もなし。来たら諦める。次41の桁違いの31。31。見た感じ1回だけやもんな。だから31もちょっと考えにくいかな。多分出ないと思うけどな、30代。続いて40代。40代は逆に出る確率が高い。40代が来た次の回は結構40代が出てるから。だから可能性はかなり高いと思うけど。40だけだったら40連続で来てるけど、前回が40、41と来てるから、ね、だから次の回は40は出ないんじゃないかな。出るとしたら41、42、43、この3つのうちどれかやと思うけど、多分40万枚いっちゃうかな。一応候補数字41、42、43と入れて、で候補数字が2と6と17、19、21、25、29、41、42、43、この中から6つ
選ぶねんけど、どうしよう。一桁は出んねん。多分。出るとしたら2か6やけど、2は結構出る可能性あるんちゃうかな。だから一つ目はやっぱり2かな。2にしよう。一つ目は。一つ目は2と。続いて二つ目。これは迷ってて6出るかな。正直微妙なんやな。ちょっと前か。4回前に6出てんねんな。だから、ちょっと微妙。可能性はなくはないねんけど、もうちょっと間置いて出そうな気がするし。6はちょっと置いとこう。わからん。次は、17? これも微妙なんやな。17も飛ばして、続いて19。19は出る確率が高いと、僕は思うねんけど、じゃあ19しようか。可能性はあるもんな。19しよう。2つ目。19。続いて、3つ目。困ったな、3つ目どうしよう。20から21。20と21は一緒には出てるけど、次の回だったら意外に少なかったんよな、21が。だから、ちょっと。どうなんやろ。いやー難しい。わからんな、21番。続いて25。25。3回前にボーナス数字で来てるな、25。ちょっと、なくはないけど怖いな、25は。やめとこうかな、25。続いて29。29は来る可能性はある。まだ25よりは高いと思うんだけど。やっぱ29、3つ目、29。続いて4つ目が、どうしようかな。4つ目、40代。42と43。可能性あるんちゃうかな。42、43。前回が40、41で、その流れで42、43。
あると思うねんけど、でもそんなに甘くないよな、ロト6。難しいな、42は来るんちゃうかな。結構41から42ってあるもんな。だから4つ目42と、5つ目43も可能性あると思うんやけど、それにここ最近ほんま43ちょっと出てないから、あるとは思うけどどうかな。43になっとくか、可能性あるもんな。5つ目43と、そして最後の数字どうしようかな。6は6ちょっと前に出てるから可能性低いかな。6は続いて17は可能性はあるけど、いやー難しいな。17の可能性はあんねんけど、でもなんか来るかな。どうやろ、どれが一番可能性あるやろ。37とか27とか出てたら17は結構出る可能性はあんねんけど、出てないからな。
難しいな。あと17か21か25、どれが一番可能性ある？21が20と一緒に出てることが多いかな。次に21って1回しかなかったかな。微妙なんよな、21。出る可能性はあんねんけど、でも自信はないよな、21。21から21っていうのは結構あるけど、20から21ってほとんどないもんな。2回やろ。25の方が可能性あるかな。いやー、むずい。今決まってんのが、よいしょ、2と19と29と42と43の5つや。あと1個が決まらんのよな。可能性があるとしたら、ほんまに21か25ぐらいやねんけど、いやー、ほんまどうしよう。一応明日もう一度6個すべて確認するけど、やっぱりまだ来てほしい数字が来てないから、だから自信持って予想はなかなかできへん。前にも言ってんけど、ロト6は1等の当選確率が高い数字並びっていうのがあって、それが今はまだちょっと来てないんで、それが来たら自信持って予想できんねんけど、まだその数字並びが来てないからな。
その数字が来てくれたらもっとスムーズに予想はできると思うけど、なかなかうまいようには来てくれない。いやー、どうしよう。21にしようかな。25も可能性あるけど、21にしようか。一応6個決まったけど、暫定数字発表します。2と19と21、29、42、43。一応明日数字6個最終確認するんで、それで数字確定させたいと思います。この数字はまた変更するんちゃうかな。かなり自信がないからな、1個2個は、だから1個2個は数字変更する可能性がある。まあとりあえず予想はこれで終わります。それではまた後で動画を撮ります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。